何か演じていれば話せるタイプ。あ、それ、それ、ある。それはある。なぜかというと僕自分の感情を出すのがすっごい苦手で、本当にね、なるべく自分は抑えて人を優先するっていう生活で暮らしてきていたから、自分の感情を出すっていうのが苦手だから、そういう際にはお芝居とか演技じゃないけど、そういうことをすると、なんだろう、例えば僕が乱太郎になりきったとしたら、乱太郎、乱太郎何の話だよこれえ、ちょっと真面目っぽく乱太郎じゃないんだけど本当に、え、乱太郎、乱太郎を通じて乱太郎として感情を乱太郎に乗せて出せるみたいなところはあるけど、まあ、ずっと乱太郎で喋るわけにはいけませんからね、もちろん。ふぶき先輩、ふぶきくん、これからも僕と仲良くしてね。ふぶき先輩、好きです、好きです。